トレーニングお疲れ様です。バズーカ岡田です。今日はですね、聞かせるトレーニングについて解説したいと思います。というのも私は今大会の前3週間と3日ぐらいなんですね。で、体脂肪が徐々に取れてきてね、筋肉の動きが目で見えるようになって感覚が鋭くなっている状況で感じたことをお伝えしたいと思います。まあ、とは言ってもね、実はまだ大会に出場できるかわからないという状況なんですね。まあ、4月にイスラエルに来た時とは違って友達もたくさんいるんで出れるとは思うんですけども、まあ、イスラエル人ではないんで、特有のね、ID ナンバーといったものがないですから登録が進まないという状況なんですね。3週間と3日前でね、登録できてないっていうのはね、ちょっと大丈夫かなっていつも前回も思いましたけども、まあその中でも仕上げるしかないという状況でやってます。で、まあ、今みたいに体脂肪が取れてきてね、筋肉のこうカットとかストリエーション、まあ、カットっていうのは筋肉の溝ですよね。でストリエーションっていうのは、まあ、筋肉の中に入ってる細かい線なんですけども、こういった筋肉の筋繊維、筋肉の動きとかね、筋繊維の動き、まあ、筋繊維一本一本は見えないですけどね、ストリエーションっていうのは筋繊維が集まった束だと、筋繊維束と考えてもらえればいいですけども、動きが目で見えるようになると、視覚からのフィードバックが入るんですね。動いてる筋肉を見て、あ、実際にこういう動きをするとここが動くんだとかね、動きと、筋肉が収縮している、力が入っている、感覚、これはまあどんな状態でもあるわけですよね。どれだけ体脂肪がついていても実際に動きを目視することができるし、筋肉に力が入っている感覚を感じようと思えばできなくもないと。ただし体脂肪が多いと筋肉の動きそのものをね、目で見ることはできないわけですね。人間は視覚に強烈に頼る動物ですから、視覚からの情報というものが極めて重要なんですね。まあそれによって失った感覚もたくさんあるということで、まあその失った感覚をね、しっかり引き出すということも大事なんですが、まあ、一方で必要に迫られて進化したこの視覚、目というものをね、よく使って、その視覚情報から体の動きを改めて感じるということも大事なわけですね。で、まあ、私なんかはもうトレーニングをして、まあ、バーベルを握り始めたのが、まあ、ダンベルで言えばね、もう中学生、バーベルで言うと高校生からになりますから、まあ28年ぐらいバーベルを握ってるわけですよね。まあそういう経験の中で、視覚情報がなくても筋肉の感覚は鋭くなっているんですけども、まあそんなね、28年、まあ約30年もバーベルを握って同じような動きを繰り返しているほど熟練度が増した、このホモサピエンスであっても、まだね、筋肉がどこのパーツに依存しているか、どこのパーツがよく動いているかっていうのを感じる感覚がね、まだ鋭くなっていくのを感じるんですよね。これは視覚のフィードバックがある現在はなおさらそうなんですね。で、まあオフ期において体脂肪がついて視覚のフィードバックが甘い状態でも、まだね、筋肉を使う感覚が鋭くなっていくというのを感じます。一方でトレーニング始めた頃っていうのは全くそういう感じがなかったと、まあ、全くというとあれですけども、かなり低くてですね、そこに対する注意も散漫でした。で、そういう感覚が上がってくるとね、今度はこのトレーニングはここに効くんだなということを理解し始めるわけですよ。で、まずは初心者の方はね、分かんないです、基本的には。まあ、分かる人もいると思いますけども、まあ、それでもやっぱり高いレベルでは分からない、だんだんと上がっていくものだと思ってください。ということで、初心者が効く効かないという自分の感覚で判断するのはこれは危険です。まあ、実際私たちの研究でもね、ボディービルダーの試合を目指していることが試合に出ている子の方が、その感覚を、自分のパーツに集めて意識を自分のパーツに集中させてトレーニングさせた方が筋肉の活動が高くなるという結果出てますから、やはり初心者の方は感覚が鈍い、感覚に集中したトレーニングをしても効果が出にくいということが分かってます。で、
だんだん感覚が鋭くなっていくと、あ、このトレーニングはここに効くんだということが分かるようになると。これとてもいいことなんですが、一方でね、そうするとそこのパーツに効かせようとしすぎることが起こるわけですよね。そうするとね、基本的には注意がそこのパーツに行き渡るわけですよね。そしてそのパーツに効かせるための動きを細かくコントロールしようとするわけで、要は重りを純粋に上げるということに不純物が入り込みすぎていると、意識が散漫になりすぎているわけですよね。そうなると実はあんまり発達しないという、落とし穴にはまってしまうわけですね。まあ、基本的にはもちろん狙ったパーツだけをピンポイントで鍛えたいという方であれば、まあ、そういう方法を取るしかないのかもしれないですけども、まあ、体というのは、まあ、例えばね、立ってやる種目だったら足のつま先からね、足の裏から例えばバーベルを持ってる手まで全部連動して動くんですよ。どこかが一個足りなくても成立しないわけですよね。連動して動くことが人間の体の基本設計になっているわけですから、それを全部排除して特定のパーツだけ効かせる動作に、アレンジしすぎていく、そして特定のパーツにのみ意識を集中していく、要は重りを上げるということ以外のことをやりすぎるということが、実はその筋肉に対して与えることができる負荷を下げてしまっている可能性があるわけですよね。まあ、前の話を言いましたけども、まあ、僧帽筋と三角筋というのは連動するものですと。で、三角筋を鍛えたい方が多いわけですけどね、ボディメイクをするときには、まあ、ボディビルの場合は僧帽筋も超重要ですけどね、この三角筋をよく鍛えたいという方が僧帽筋との連動を断つと、僧帽筋を使わずに三角筋を使うっていうのは、これはまさにそういうことなんですよね。でもそれで扱える重量というのはすごく減るわけですよ。ということを考えてください。なので、本当にその筋肉が発達するかどうかは、しっかり負荷がかかってるかどうかが極めて大事になりますから、意識を集中するあまり、そしてそのパーツに、ピンポイントで効く動きを複雑に構成するあまり、負荷が落ちてしまってですね、刺激が足りなくて、発達しないということがあるということをよく理解してください。ただ一方でね、重りだけに集中する、例えばベンチプレスでいかに爆発的にバーベルを上げるか、スクワットでフォームは一番上げやすいものでいい、とにかく自分が最も、重量を扱うことができるフォームでやるべきだと。これも確かに、今言った話とは全く逆の話で、重りを扱う上げるということに、意識を完璧に集中する方法で、刺激の量としては大きくなるわけですね。トータル、体全体に加わる刺激としては大きくなると。ただ一方で、狙ったパーツが刺激できてない、十分に刺激できないことも確かにあるわけです。まあ、例えば私は結構そういうパターンで、ベンチプレスをやっていくとね、どうしても大胸筋の下部がすごく発達していくという特性があるし、なかなか自分の狙った形にならない。スクワットにおいてもそうで、外側広筋がすごく発達してくるということがあってですね、あえて私今内転筋も結構でかくなってますけど、内転筋に負荷を与えるようなフォームをのスクワットを改めてやるとかですね、といったことを、するようにしないと、私の場合はバランスが取れないんですね。私はなんかどこかの筋肉がものすごくでかくなるって選手でもないんで、体のバランスを取って戦うということが大事な、要素ですから、そこを注意してやってるつもりですけどね。だから重りを扱うことだけに専心すると、なかなかバランスの取れた体ができないという、癖のある体と私自身は認識してます。まあ、だからこそね、あの黄色い本、世界一細かすぎる筋トレ図鑑のように、いろんな種目を駆使してやっていくわけですけども、これバランスが大事なんですよ。効かせるトレーニングが悪いわけじゃなくて、しっかりと重量を扱いながらもターゲットの部位に強烈に刺激が入るもの、重量が扱えるものを、チョイスするということが大事なんですね。三角筋のここだけに狙いを定めて、1キロとか2キロのダンベルで少しサイドレイズやっても、もうあんまり意味ないんですよね。少し僧帽筋に負荷が入ってもいいから、狙ったところ、狙った三角筋の筋繊維に刺激が集まるというようなトレーニングをしていかないと、根本的な筋肥大は難しいということになるわけですね。なので、まあ、よくあるサイドレイズの、ね、軽いやつですごいやりまくるっていうのは、三角筋に負荷が集中している気になるけども、実は負荷としては弱くてですね、大きくならないということもありますので、注意してほしいというふうに思いました。
まあ、本当に、ね、重要なのはやっぱりビッグスリーとかね、そういう高重量を扱いやすい種目をしっかりと強くすること、そして強い筋力、まあ、ベーシックな種目を、高重量を扱える、パフォーマンスを維持したまま、効かせる種目をやる。効かせる種目といっても先ほど言ったように、意識を、集めすぎるとかね、そのパーツだけを、動かすような極めて特殊なフォームを取るような極端なことをせずに、ある程度の重量をかけつつ、ある程度ピンポイントがぼやけつつも、狙った部分にしっかりと刺激が加わるというフォームをやってほしいというふうに思うんですね。私さっき言ったように適当に上げるとね、スクワットなんか外側広筋にめちゃくちゃ効いちゃうんですよ。だけど内転筋とのバランスを取らないとね、足の太さも演出できないですから、バランス悪くなりますからね。内転筋を鍛えるようなワイドのスクワットもやるんですよね。でワイドのスクワットでもね、しっかり外側広筋にも入ってるんですよ。で内側広筋にも入ってる、でも内転筋に強く入ってる、そして重量も結構扱えるということなんですよね。まあ、これをね、例えば、アダクションのね、マシンだけでピンポイントの内転筋だけっていうふうにやったらね、結構負荷弱いんですよね。かなり重量上げていかないといけないですから、そうすると内転筋の付け根が痛くなったりとかね、結構また他の問題も出てきますから、まあ、このバランスをね、ぜひ考えてもらいたいと思いますし、しっかりと重量を、だけに意識が集中できるような種目をすることも大事。そして効かせたいパーツを、まあ、本当にねそこだけというふうにはならないですけども、そこに刺激が集まりやすい種目で、かつ重量をかけれる種目といったものを構築して、バランスよくやってもらいたいと思いますし、初心者の方はそんな無理だと思って、しっかりとねベーシックな種目を、重量上げていくということからスタートすれば全く問題ないと。トップ選手の YouTube とかね、いろんな筋トレ YouTuber の動画を見て、特殊なトレーニングフォームを見て真似してもね、あんまり効果出ないです。しっかりと重量を扱える種目に向き合っていくと、重量、そして回数、こういったものを、地道に伸ばしていくというところから、筋肉への意識というものが花開いていきますし、まあ、私のようにねもう30年近くやってても、今なおねそれが伸びていきますから、焦らずにやってもらいたいというふうに思います。で視覚によるフィードバックっていうのはね、やっぱり大事になってきますから、一回体脂肪を取るということはね、筋肉の感覚を上げるために極めて重要。しかしながらその沼にはまらないようにしてもらいたいというふうに思いました。まあ、ということで、私今ねトレーニングして30年ぐらいですけどね、バーベルを握ってね、いまだに新しい効かせる感覚が出てきておりますので、またその皆さん、またその情報をね皆さんに共有したいと思います。ということで今日もトレーニング頑張ってください。ついに理想のサプリメント、ホエイペプチドが完成しました。このアンチドーピング認証を取るのが本当に大変で時間がかかってしまいました。その代わり、筋肥大一連の流れをサポートする最強成分、そして健康面、安心にも配慮したものができました。もちろん私も飲んでいます。もうね、元のサプリメントには戻れないという感覚でいます。ぜひ皆さん体験してみてください。そして、携帯できる最強 PFC、シックスパックプロテインバーもご好評いただいております。このバズーカホエイペプチとともに筋肉のケアを万全に行えるものとなっておりますので、よろしくお願いします。さらにオンラインサロン、公式 LINE、そしてプロパーソナルトレーナー、ボディメイク検定、ジム、書籍など、様々あります。ご自身にフィットしたものを選んでトレーニング頑張ってください。